思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム00883。ガンダム GP01。フルバーニャン。機動戦士ガンダム00883。スターダストメモリーとは、90年代初頭に制作された、言わずと知れた、ガンダムシリーズの大傑作である。地球連邦軍の士官、コウラキと、アナハイムエレクトロニクスから出向してきた年上の女性、ニナ・パープルトンとの禁断の愛にメスを入れ、余すところなく描き切った感動作品です。ソロモンで悪夢な、元彼との絡みは必見。心身ともにズタボロになって捨てられたコウラキの描写は、見る者の涙を誘わずにはいられません。主人公は、コウラキ少尉。好きな人に裏切られると書いて、コウラキ。19歳の少尉さんである。メカが大好きで、実はガノタである。同じ趣味であるニナとはいつしか恋仲になるんだけれど。コウは所詮、にわかガノタでしかなかったので、いつしかニナの反感を買うようになっていきます。名セリフは、ニナ、戻れ、来てくれー、ガー、である。ヒロインは、ニナ・パープルトン、ガンダム、試作1号機及び、2号機担当のシステムエンジニアである。年齢は21歳。コウと同じく、ガノタであるが、人間よりガンダムを優先させるなど、コウなどとはレベルの違う、神聖のガノタである。パッと見、悪人には見えないものの、その言動や行動が、いちいち、視聴者の感に触るため、ガンダム三大悪女のぶっちぎりのトップに挙げられています。やはり、ガノタ同士は反発し合うのであろうか？テストパイロットでもあったコウラキを値踏みするような言動をしたり、元彼に再会した際に、情を移し、恋人であるはずのコウに発砲するなどの狂気じみた行動によって、紫豚という別称までついちゃってます。名セリフは、私のガンダムがー、コウ、そういうことじゃないのよ。である。ガンダム GP01 フルバーニャンとは、地上専用だったガンダム試作1号機を、ニナ・パープルトンが宇宙戦仕様に回収したこの時点で最強のモビルスーツでした。第二世代にも満たない機体ながら、圧倒的な加速性能と運動性能を誇り、この機体と戦闘を行っていたシーマガラハ宇宙さんに、バッタか、と驚きの声を上げさせています。サイド3にバッタがいるのか？という問題は別にしましょう。本来は、スラスターや機体バランスの調整だけで宇宙での戦闘が可能になるはずだったんだけど、ニナとの血は喧嘩中であったコウが、バニング隊のジムに乗らずに、勢いで出撃してしまい、シーマ様のゲルググに散々にやられてしまいます。昇進のコウは、ケリーおじさんのところにモビルアーマーをいじりに行ってしまい、これ幸いとばかりに、ニナが経った2日の特艦作業で自分の異様に作り変えちゃいました。最大の特徴は、背中のコアファイターの器具にバケツを2つ取り付けてることで、このバケツ型ブースターポットを自在に動かすことにより、3次元的な起動を可能としています。ジェネレーター出力もゼータガンダムを上回っており、嫌になっちゃうほど高性能。でも、やっぱり火力が弱いわねー。ということで、ガンダムでは初となる、ブレストファイヤーを胸に装備しています。ガンダム試作2号機との戦いでは、その攻撃力を遺憾なく発揮し、試作2号機に甚大なダメージを与えることに成功しています。しかし、あまりにも高性能になりすぎたため、存在そのものをなかったことにされちゃいましたねー。さてキットですが、このシリーズの第3弾として発売され、値段は1000円でした。前2作がひどい出来だったんで、さすがのバンダイさんもヤバいと思ったんでしょうか？第1弾の GP01 にカラフルな新規のパーツを追加するという内容ながら、完成度を底上げすることに成功しています。コンバーチブルキットなので従来の GP01 にもできますが、あえてそれをやる人はいないでしょう。コアファイター2のパーツもついており、組み替えでコアファイター2にもできますが、本体のバックパックがなくなるので意味がありません。当時のメディアでは、B クラブに掲載されていたイラストにまともなものが多かったので、モデラーは、それらを見ながらパーツを回収したものですね。